ツールドシルクロード20年計画。それは中国の西安からイタリアのローマを結ぶおよそ1万5千キロの道のりを20年かけて自転車で走破しようという計画です。この計画がスタートしたのは1993年、以来毎年参加者を募りながら遠征を重ね、2008年、トルコのエルズルムまで到達しています。これまでの走行距離は1万2500キロ余り。2012年ゴール予定のローマまでは残りおよそ2500キロです。東京都国立市、ここにツール・ド・シルクロード20年計画を発案し、その計画が実行に移された1993年以来、毎年リーダーとして遠征を取り仕切っている方がいます。市民団体シルクロード雑学大学代表の長澤法隆さんです。長澤さんはフリーのコピーライターだった1991年、中国のシルクロードをラクダで旅するおよそ2ヶ月半のツアーに参加しました。子供の頃から歴史や文化に興味を抱き、シルクロードに憧れを持っていた長澤さんはこの旅に感銘を受け、ツール・ド・シルクロード20年計画を思い立ったといいます。でもなぜ20年、なぜ自転車だったのでしょうか。この20年計画というのはどういうふうに決めたかというとですね、毎年まあ 700-800 キロ走る。でシルクロードは 1万5000キロだから、そうすると20回続けると、全部自転車で通ることができると、それで、まあ、自転車では、まあ、1日、70-80 キロ走って10日間、で往復のとか組み立てだとか、シルクロード行って遺跡も見ないというわけにいきませんから、遺跡行ったり博物館行ったりすると、10日プラス8日、18日ぐらいかかるんですね。それとライフプランということを考えるとですね、例えば子供の生まれてからですね、20歳ぐらいはまあ親の世話になって、それから、40歳ぐらいまではまあ子供を育てて、40から60ぐらいまでは、これからどうするかを考えなきゃいけないと。で、60から80というようなのは、まあ、自分の好きなことに取り組むというような一つの、ライフサイクルっていうのがあると思うんですよね。そういうことをこう20年計画とすることによって、そういうライフサイクルと考えようと。それはまあライフプランになると思うんですけども、それと20年間1年に1回18日間の旅行を20年続けると360なんですよね。と1年間、まあ、コツコツやればですね、自分の好きなことに、それだけ人生の中ですね、自分の好きなことに取り組める時間というのを作れるんだと、そういうことも示したいということで、まあ、20年計画にしたんですけど、自転車のねやっぱり利点っていうのは、自然を非常にこう享受できると思うんですよね。例えば上り坂では、重力のですね、影響で非常に負荷を感じますし、下りはプラスでですね、重力を楽しめる。風が吹けばですね、やはり向かい風だったらですね、スピードが落ちるし、追い風だったら自分の力以上にスピードを出せると。そういう面ではその自然を人間にとって都合のいい時も悪い時も含めてですね、非常にこう何ですか、感覚で、本当五感でですね、捉えられる、そんな旅ができるということですよね。シルクロードを取り巻く大自然を自分の五感で捉えながら旅をする。長澤さんが見つけたのはそんな自転車ならではの旅の醍醐味だったんですね。シルクロードの虜になり、シルクロードに関するさまざまなことをライフワークとして取り組んでいる長澤さん。1年のうち旅に出かける回数は1度や2度ではないそうです。そんな長澤さんに
シルクロードを旅する極意を一つ伺いました。一番やっぱり、覚えなきゃいけないのは、こんにちは、さようなら、自分は日本人だと、自転車で旅行してると。あとはですね、男性の場合は女性に対して美しいですねと、うん、あと食べた後の美味しかったと、これさえ、話せれば大体、心よく受け入れてもらえると思います。さあ、長澤さんが旅のスタイルで颯爽と登場です。なかなか決まってますよね。これが実際に、そうですね、これは2年目かですね。1年目の自転車は盗難に遭いまして。あ、2代目ってことですか。2代目ですね、この17年で。ええ、あ、そうですか。持ちますね。持ちますね。もうこれは鍵かけなくても盗まれないから。これが10年以上長澤さんと共に旅を続けている自転車です。傷だらけのフレームはこれまでの道のりの険しさを物語るもの。クロスカントリー用のマウンテンバイクは丈夫でメンテナンスもしやすく、シルクロードの旅には最適だそうです。最終目的地ローマまではあと4年。フレームの傷はまだまだ増えそうですね。3月8日、東京都内の公営施設で長澤さんが主催するシルクロード雑学大学の定例会が開かれていました。シルクロード雑学大学とは、シルクロードを旅することによってそこにまつわる歴史や文化を学び、同時に自分のライフワークや生きがいを発見しようという市民団体の名称です。会員は現在50名ほど。活動内容は多岐にわたりますが、柱となっているのがツールドシルクロード20年計画です。この日集まったのは17年目のシルクロード遠征隊に参加する人たちです。中国西安から天山山脈を越え、中央アジア、イラン、アルメニアを通って2008年トルコに入ったこの計画。2009年は5月と9月の2回に分けて、トルコ東部のエルズルムからブルガリアとの国境の町エディルネまでのおよそ1600キロを走破する予定です。5月の遠征隊の参加者は14名。夢、生きがい、健康、挑戦、旅の動機は様々ですが、ただ今だからこそ何かを積極的にやってみたい、そんな思いは共通しているようです。